ディオゴデコートは、ポルトガル王国、リスボン生まれの探検家、変年師屋である。アジアの風俗や歴史を取り扱った、アジア史の編纂で知られる。16世紀、当時としては、珍しいアンコール遺跡の実証的な歴史を記した。ディオゴデコートとも表記される。ディオゴデコートは、ポルトガル王国のリスボンで生まれた。当時のポルトガル領インドを拠点とし、 アジア研究に没頭する。1614年に出版されるはずだった当時のアンコールの都の城に関する彼の年代記は1958年になるまで日の目を見ることはなかったが、この報告によって遺跡の美しさを中心に描写されている同時代の他の報告ではあまり語られなかったアンコールの都市周辺で暮らす人々の暮らしが明らかになった。 コートは、アンコールワットは、王が、自分の墳母のために建てた寺院であり、周辺の寺院も、歴代の王の墳墓になっていると指摘しており、現在でもこれは、正しい説とされる。当時、アンコール遺跡を、地元の住民の祖先が建てたものとは信じなかった、探検者たちは、遺跡は、アレクサンドロス3世、ローマ帝国のトラヤヌステ、さらには、 中国のユダヤ人が建造したものではないかとの説を唱えていた。しかし遺跡の壁画に残されていた国名ルヒ文の文字がインドの影響を受けていると見抜いたコートは解読を試み、碑文は都の城が20人の王たちの継承によって造営され、カンボジア人によって建立されたと伝えていることを記述している。ありがとうございます。